はい、どうも、サボでございます。今回はですね、イベントが来ましたので、イベントにね、触れつつっていう感じですね。まあ、本題はもう一つあるんですけれども、まあ、タイトルに書いてあって来た人がいると思うので、まあ、ちょっとね、すぐ知りたい人はスキップしてください。まずはイベントですね。イベントはですね、イベントクエストをクリアして手に入るメダルをね、交換するっていうだけのイベントです。で、メダル交換で、こちらですね、クロックラビットがまず100で、ゲットできます。もう100は僕交換しちゃったので、ないんですけど。まあ、あとはね、限界突破用で300で、あと5個。多分4つ取れば完凸できると思います。まあ、あとはコロシアムの宝玉とか、まあ、あるんですけど、この辺ちょっとわからないんですけど、取っといた方がいいですよね。この辺多分。ここまでは確定で。物語の宝玉1まではね、確定で取ろうかなって思います。この編集。メダルの取り方は、こちらです。はい。こちら周回します。では行きましょう。まあ、これね、最終章じゃないんですけど。まあ、とりあえずね、あのね、水属性多めで、ガンガン攻撃すれば、全然、超簡単にいけると思います。まあ、召喚獣も使いつつね。SP 切れることもそんなないっすから。まあ、あんま育成進んでない人は育成しないといけないかもしれないです。でね、なんか、時計を先に壊せみたいなこと言われるんですけど、あの、疑心暗鬼に。まあ、それについてはなんかよくわからなかった。別に時計が出てくるわけでもないので。口に紙入った。木属性が多めに出てきすぎ。まあ結局ハンマーとかね、槍でね、水で攻撃するゲーですね。まあ一体になったらこういう風に木属性でね、どうにかしといてっていう。で、こちらボスになります。意外と火力強いので速攻で攻めましょう。で、範囲攻撃狙いながらね、雑魚はハンマーの追加効果で倒すみたいな感じで。で、あとはもうね、束縛の刃とか取ってる人いれば、ささっと倒せます。あーやばい、ログ。違う、補充。さあ、ドーン。第2形態。まあなんかね、やっぱりね、速攻。あんまり耐久戦はできないかな。てな感じでございます。で、倒すとですね、ローリングがうまくいけば、メダルをね、ゲットできます。できるます?ローディングがね、うまくいけばなんですね。これいかなかったパターンですね。ローディングがうまくいかなかったっす。まあ、メダルがね、まあ、何個かもらえます。ボーナスでね、もらえる分も含めて、なんですけど、まあ、基本的に落ちた数かける1で だと思ってもらえればいいんですけど、これをね、物語参加報酬っていうのでね、1回ね、15枚もらいます。5回か。5回15枚もらいます。これはすべてのステージで5回ずつ15枚獲得できます。で、獲得できたらもうこの丸がつきますね。なので、すべての難易度を、まあ、5回ずつクリアすると、まあ、効率よく集められるかなって思います。5回以上集めると1枚ずつになりますね。1枚ずつというか、ドロップ数になってきます。でなんですけど、まあ、ここでめちゃくちゃね、僕に対して質問が多かったです。総合値の上げ方。まあ、僕も4枚以上はね、さすがにまだ行ってないんですけど、まあ、効率の良い、総合値の上げ方っていうのをやっていこうと思います。で、まずはですね、皆様、とりあえず、水属性の敵がいっぱい出てくるんですけど、まあ、総合値上げなきゃ入れないので、最強にしましょう。最強おすすめ。で、最強おすすめ、かつ、このサブ編成も必ずやってください。これあんまし、忘れてる人多いと思います。サブ編成やったら、メイン編成。で、これでね、で総合値がその目標。まあ、多分、最初の壁が1万5000。1万5000以上いかないんですけど、って質問があったんですけど、まあ、とりあえず見てもらいたいのが、こちらのレベルの上げ方です。はい。一つに固執して上げているわけじゃないです。すべての装備した武器を、
まんべんなく上げると、総合値が上がりやすいです。もちろん防具もですね。防具はちょこっとしか上げてないんですけど、防具もちょこっとずつ上げる。ナイトメアはね、後回しでいいんですけど、ちょこっとずつだけ。このね、総合値っていうのはこの物理攻撃、魔法攻撃、物理防御が、これ全部ね、加わった数になっているので、初期値のね、上がり幅も大きいので、必ず武器は一つにこだわって上げるのではなく、すべてをね、平均的に上げると、劇的に、まあ、3万までは普通に行くと思います。で、3万まで行ったら今度進化が必要になってきますね。4万を以上行きたい人は、今度はすべて平均的に上げるではなく、すべて平均的に最大値に上げて、進化しって感じになってきます。まあ大体のね、武器がね、30とか40超えてきたら、今度 SS をね、レベルマックスにするとね、さらに上がりやすいですね。手っ取り早い上げ方ですね。で、かつ、ジョブです。ジョブのね、熟練度上げ方って動画はね、僕のね、動画欄から言ってください。でですね、まあ、見てほしいのが、こちらも平均的に上げる。まあ、4レベルまではね、必ず上げておくといいですね。自分が使ってる、例えば、補助職だったら、ソーサラーとか、クレリック型を4レベルに上げる。攻撃職で物理だったら、ブレイカーと、まあ、クラッシャーあたりはね、必ず4レベル以上にしておく。これなぜかと言いますと、ですね、こちらの共有ですね。共有がね、4レベルでね、ここまで上がるんで。やっぱ SS のジョブはね、上がり幅が大きいですね。で、この共有物理防御プラス500とか HP プラス50は、すべてのキャラ、すべてのジョブにかかっておりますので、これを上げるだけでも、総合値に加算されていきます。なので、すべてのジョブの共有はね、取っておきたいです。これも上げてるだけでシンデレラの分も上がったり、グレテルの分も上がったりっていうことですね。なので、このプラス50を上げると、まあ、総合値にもプラス50ぐらい加算されているんじゃないかと思います。実数値で反映されているかわかんないんですけど。ってな感じですね。で、もう本当に手っ取り早い上げ方はですね、SS のナイトメアをね、装備させるってことなんですけど、まあ、あんまり持ってる方がいないので、すべてのね、ジョブと、すべての武器をね、平均的に上げていきましょう。で、必ず、ですね、吸収、イベントが来ますね、ここに。ゲリラの。武器から回って全て上げて、平均的に上げて、で、防具も回って平均的に上げるってやれば、まあ3万までは行きますね。もちろんジョブをね、強化するのを忘れずにということですね。まあ、他にあるかな、限界突破は、まあそれはね、ジョブのうちなんで、って感じですね。ガチャじゃない。あ、そう。ガチャいっぱい引いた人はチャームメダル行ってもらって、A ランクのね、武器をね、売りまくって、束縛の刀ね、ゲットしてもらってもいいですね。ただ500、チャームメダル何個かな ?300 個ぐらいあるんで、まあ、200種の武器をね、売る必要はあるんですけど。まあ、あとは欲望メダル。ガチャ分のメダルで、アルカナをね、取ってもらって、限界突破し、200上がると400上げられますね。煙突で2上がるので、どっちもステータスが200、200上がるんでね。それで400って感じです。まあこんな長々と説明しますけど、武器を平均的に上げれば1万5000すぐ行きますね。ただ、まあ先に上げるのはもちろんこのね、メイン装備の方ですね。サブ装備先に上げてもそんな上がり幅少ないので、こちら上げましょう。以上ですね。まあ総合値に関してはこういう単純明快な説明が。一番手取り早いかなって思いますので、まあ参考にしていただければ幸いでございます。僕もね、4万目指して頑張ります。それではご視聴ありがとうございました。